ちょっとさ、エッチな話していいですか？あんまりエッチな話苦手な人なら本当に申し訳ないんですけど、僕ね、先日、エペ祭りの日です。もう、白状します。ちょっと正座しようかな。白状するんだけど、僕、エペ祭りの日に、すごい楽しくて、神戸くんとか、打足さんとね、一緒に、ゲームして、で、終わった後、なんかすごく俺の中で、充実感が、めちゃめちゃこう、感じられたの。で、やっぱり本当はやっぱ新宿とかさ、東京に住んでたらさ、ね、そのまま友達とかと飲み行ったりできたんだけど、俺もうどうしてもさ、もう人と、話したい、飲みたい、触れ合いたい、っていうのがあって、僕人生ね初めてのホテル行ったんですよ。僕人生初めてなんですよ、実は。そう、ねピンサロとかその店舗型のやつとかはあるよ。マットで養女とか、そうで俺分かんなくて、ホテルお前ら興味あるだろ。ホテルってさ、あれなんだよね、ホテルさ、俺たちで予約しないといけないんだよ。はぁって思って、まず。女の子予約すんじゃん。その後に、どこに行ったらいいですかと。え、お客様、初めてですかと。え、わかんないです。つって。お客様がホテルを自分で取っていただいて、えって。で、なんか家には来てくんないっつって。いや、ちょっと、当店では、みたいな感じで。で、そう、36歳初めてホテルなんですけど、でそれで僕ね分かんなかったから、その女の子写真こうやって見て、町田の、あるとこなんだけど、こうやってどーこうかっつっても分かんないし、みんな可愛いし、正直めちゃめちゃ可愛いな、みんなで、あどうしようかなっつって、選べない、可愛くてみんなが可愛くて選べないですって言って、そうですかって、お客様、当店はお客様のニーズに合わせてどんなことでもしてあげたいと思いますし、お客様が満足して帰れるようにしたいと思ってるので、何でもいいんで言ってくださいって言われたのよ。だから何でもとかおすすめじゃなくて、お客様のなんかその何かささやかな希望でもいいので言っていただけたら、こちらでコーディネートしますみたいなこと言ったんで、だから俺と思って、じゃあ優しくて可愛い子って言ったのよ、とりあえずね。そんなアナル舐めながら手こきしてくる人なんて言えないじゃん、初めって。だからさ、だから俺はもう優しくて可愛い子でお願いしますって言って、あ、優しくて可愛い子ですね、わかりましたっつって、でホテルを予約したらまた再度電話くださいっつって、でそれで俺タクシーで行って、でホテル予約して、でそれで呼んだんですけど、そうで、匿名ですし、特に大丈夫だと思うんですけども、名前も言わないですけども、で、来たんですよ。電話かかってくるんですよ。はじめ。あ、松本様ーって、今ちょうど女の子車で送迎しましたので、間もなくインターホンになりますので、よろしくお願いします、つって、あ、わかりました、つって、もうクソチンポ立ってんの。もうめちゃめちゃバッキバキなの。で、それで、ピンポーンってなって、もうカウパーもう撒き散らしながら、俺こうやってワク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 しながらこうやって行って、それでバーンって開いたらめっちゃ可愛かったのよ。めちゃめちゃ黒のレースのなんかこうワンピースみたいな、わかるでしょこういうさ、ちょっとうまく言えないけど、こうやって黒のレースのこういうワンピースみたいな、で、なんかこう、レースだからこうやって網みたいになってるね、こうやってね、こうやってここは。網ってなってるさ、こうやって。そうそうそう。で、めちゃめちゃ、スタイル良くて。そう。芸能人で言うと誰だろうな。俺芸能人名前がわかんないからな。似てるなっていう子はいっぱいいるんだけど。で、まあ、とりあえずちょっとね、もうほんと可愛かったの、マジで。めちゃめちゃ可愛かった。で、ちょっと、例えが言うなら、出てきてる人はいるんだけど、名前がわかんない。出てこない。違う。20で言ったら、20にはいない。
しかもごめん、俺20はそういう目で見れない。ごめんね。黒髪で、あ、全然出てこねえ。みんな誰か適当に、いない？なんか、ちゃんといたんだよ。あ、この子に似てるなーつって、よく言われますって言われて。あー、ごめん。ちょっと、わかんねえわ。ごめんね。ちょっとやめようか。ちょっと多分、当たんないから、やめとこう。小松菜、いや、小松菜じゃない。違う、小松菜、黒髪なんだ。まあまあ、それ一旦置いといて。で、それで、年を聞いたんですよ、僕。はい。わかんない。年聞くのってダメなのかな。でも、すごく若く見えたから。めちゃめちゃ若かったのよ。髪型は、前髪パッツンでもないけど、なんかこう、パッツンかな。まあ、ちょっとこう、ボブチックな感じで、なんか、うん。ボブチックな感じで。そうそう。で、黒髪でね。そうそう。で、聞いたら、21歳。え？つって。21です。つって。え、待って、若っと思って。めっちゃ、で、本当に、まあ、女の子って化粧したらさ、確かに若く見えるかもしんないけど、本当に若いのよ。薄化粧で。そう。で、俺、初めて、ホテヘル呼んだから、どうしたらいいか分かんなくて、みんなどうしてんの？すぐに抱きしめたり、キスとかするの俺分かんないから、とりあえず、スプライト買っといて、スプライト飲むっつって、ソファーに座らして、スプライト2本買っといたから、あげるっつって、一緒にスプライト飲みながら、最初お話、俺はまずお話したかったから、うん。スプライトこうやって飲みながら、あ、好き、懐かしいとか言っていながら、最近飲んでなかったです、スプライト、つって、めっちゃ可愛いと思って。で、なんかもう俺そういう欲求とかなくなってきたというか、まあなんかそのもう、話してるだけですごく幸せだったのよ。で、いろいろ聞いたら21歳っつって、出身はどちらなんですかって、僕は千葉から来てるんだけど、つって、出身ですかって、って言いながら、町田って言って、ああ、そうなんすねって。町田の、僕、ここに住んでるんですけどって、どちらに住んでるんですかって言ったら、町田の、この辺つって、ああって、ああ、なんか俺、のんびりやっちゃったなと思ったの、分かったの、その時。うん。あんまり確かに個人情報だし、あんまり根掘り葉り聞くのも良くないかと思って。でもなんか、よそよそしいなってすごく思ったんですよ。で、座って、なんか俺リードしてくれんのかなと思ったら、なんかずっと座ってこうやって話してて、なんとか、なんか芸能人に似てますね。なんとかちゃんに似てるってやれませんかみたいなさ。で、そしたらなんかこうやって髪くるくるしながら、あ、よくやれます。ほう。なんかちょっと、あれだな。なんか、塩だなって正直思って。もう。で、どうしようと思って。無言とかなのよ。なんか。10秒ぐらい。おーって。で、俺もさ、ときめもやってる気分だったの。女の子がこういうのって、お話とかリードしてくれんじゃないかなと思ったけど、なんか俺が全部言うことさ、はい。で、俺なんかこう、すごい、あれですねって、21歳なのに、なんかすごいしっかりしてそうに見えますねとかって言ったら、よくやれます。本当になんか、よく言われますなんだよ。デフォのなんか。あれが、はぁーと思って。で、なんかこうやって急に、バーンって立って、歯磨いてきていいですか？あ、どうぞどうぞ、つって。で、初めてお任せコースだから、本当は60分のところ70分だったんですよ。でもね、歯磨くのも、こうやってなかなか出てこないんですよ。10分、15分ぐらいかな。で、やっと出てきて。で、なんかその後ベッド行きますかとかさ、お風呂行きますかとかって言うのかなと思って。で、なんか変な、ボトルを2本こうやってボンって机のに置いたのよ、その後に。なんか白いボトルと黒いボトルだったんだけど、で、俺、それ何なんですかって言ったら、イソジンとローションです。あ。で、10秒また無言で。
あの、ホテヘル初めてなんですけど、どうしたらいいですかね、どうしたいですか。あの、大体どういう始めことするんですかって。お風呂に入ります。あ、じゃあお風呂行きますか、どうぞつって、うん、でそれで俺お風呂でさ、なんか髪洗っちゃって、それで髪の毛洗って やべえ俺銀、あの銀玉の新八みたいになってねえかなみたいな感じで、どうしようと思って、うん、で途中で入ってきて、体洗いました、あ洗いました、あ洗っちゃったんですね。ですごいお風呂がめちゃめちゃ大きくてさ、でお風呂いっぱい お風呂大きいから貯めましょうかって。俺なんでかっていうと、ごめんね、正直言うわ、金払ってんだよこっちは、もうね2万ぐらいのさバスタオルでこうやって来たから、俺ちょっともう塩対応なのはなんかもうそういうもんなのかな、やることやるときはちゃんとするんだろうなと思ったんだけど、もうバスタオルしてるっていうのがあったから、カチンと来て、風呂溜めて入りませんって言って、いいですね入りましょうつって、でなんかその溜めた後に女の子がバブルバスみたいの、なんか液なんか粉みたいのバーやってさ、めちゃめちゃ泡泡になって、でそのままバブルで入ったから胸も見えねえんだよね、なんかえっつって、でいかんせん風呂がひれえからさ、二人とも足伸ばせるし密着もしねえのよ、足が足の先端がちょんと触るぐらいで、でも俺は小心者だから言えなくて、ねえおちんちん触ってよとかマジで言えなくて、でなんかずっとさ泡をこうやってなんかこうやって無邪気にやってんの、こうやって泡をこうやって集めてはパーってやって、泡をパーってやって、そうで俺が唯一あの勇気を出したのが、ねえで名前忘れちゃったけど、何々ちゃんって、もしよかったらさ、俺がこうやって足をこうやって広げてね、こうやってあの寄りかかってたから、俺のさあのここに寄りかかりなよ、その方が楽じゃないっつって、あ、わかりましたっつって、ザブーンって、それその時もこうやってバーって、で俺もこうやってやばい外れだって可愛いんだけど、めっちゃもうチンポも立たねえし、外れだこれどうしようっつって、でねもう、何がしてんのか分かんねえし、どういう研修受けてんのか分かんねえしさ、で、それで、風呂に50分入ったの。もう、あと残り20分。歯を磨くだの、塩対応の話だの、で、それで、風呂に、入るだのして、50分だって、残り20分だったの。で、俺、バスタオルこうやって巻いて、そのままベッドに行ってさ、暑いねっつって、ちょっとのぼせるから出よっかっつって、あ、そうしましょうっつって、でそれでそのままベッドで俺横になってて、女の子も一緒に隣で横になったのよ、肌も触れないのよ、ちょっと1センチぐらい空いてんのよ、すげえ近いんだけど腕と腕の間1センチぐらい離れてて、何も触れ合いとかがねえんだよ。で何やってるかっつったら携帯でツイッター見てて、で俺ね怒ろうとは正直思わなかったのよ。ただ、この子ちょっと、なんか、おかしいなと思って。ちょっと、名前わかんないからさ、そうだな。ユミちゃんにしよう、ちょっと。ね、ユミちゃん、ユミちゃんは、このお仕事して、どのくらいなのっつったら、二日目。俺察したの、それで。あ、そうなんだ、って。なるほど、って。お客さんは何人ぐらい経験したのって。2人目。初めてこういうお仕事に就いたの、このお店が初めて。あと九州で。九州？あって言って、
町田って言って、あの私ね九州に住んでるのって、えここ町田だよって出稼ぎってさ、もうなんかえで俺混乱しちゃって、なんなのってで、それでトロしたのが、今2日目なんだけどマジ3日でよかった、1週間契約ちょっと長すぎ、友達と来てるって言ってさあ、なるほどって、多分まだ怒られたこともないんだなって、まずこういうので、うん、で多分そういうのでまだまかり取っちゃってたのか分かんないけど、うん、でそれでそうなんだって、俺はもうねその瞬間にこの人にねえおちんちん触ってよとかもう言う気もないし、じゃあもう話してなんかいろいろ経緯を聞こうと思って、あのなんで九州から1週間来たのってお金貯めたい、なんかあれなのって、もともとは何の働き、何で働いてんのってガールズバー、あそうなんだって、向こうではこういうお仕事ないの、こっちまで来るの大変じゃないって、うーん安いかな、そうなんだって、町田で美味しいご飯とか見つけたって、うーん町田商店俺町田商店結構あんなの醤油豚骨ラーメンじゃねえって言ってるからさ、そうなんだ美味しいよねあれね、玉ねぎねこうやって自由に入れられてねつって、玉ねぎ好きじゃないとか言って、もう合わねえんだよもう全然、マジかと思って、でそれで10分前のピピピピピピってなって、で10分前になったらさすがになんかこう攻めてくるだろうなと思ったのよ、俺はもう10分でも全然できるあの自信はあったから、うん、ね、でそれで10分間何かあるかなと思ったら携帯いじっててそれでね、ごめんねこれごめんね本当申し訳ないんだけど、見て見てとしみつ可愛くないつって俺さその日さエペ祭りでさとしみつさんやったじゃん俺確かそうだよね、俺やったよね、ソロでやったよね確か、そうやってたよね、俺だからちょっと名前があれだったけど、俺その時に俺もうこいつこんなやろうと思って、としみつさん俺さっきやるだわってドタマぶち抜いたわっつって、えとしみつと知り合いなの、何もいや何もんでもねえけど俺さっきとしみつぶち抜いてきたもんだよっつって、マジでアンチ、いやあのアンチとかじゃなくて、へー意外すごいねみたいな感じで、なんか何にも話がそれで広がんねえけど、なんか俺だけ滑ったみたいな感じになってやべえと思って、それでビビ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 って70分の時間が来て、でわしそのままあ時間で、ちなみにお金はもう来た時に払ってたから、もうお金はそこでは払わないけど、もうでもねその女の子出る前にねちゃんとこう言って言ったんだよ、何もできなくてごめんねって言って帰ってった、うん、ほんとこれでおしまい、俺の初めてのホテルで、これちょっとオチがあるんだけど、その2日後に扁桃腺が腫れたわ本当に最悪だと思った、何もしてねえのに、キスすらもしてねえのに、でそれでただ一応ねなんか風俗行って風邪ひいたとかだとさ、なんか角が立つかなと思って、当時はすげえ言いたかったの、おいって風俗呼んでよ、何もしねえ女呼んだら風邪ひいちまったわって言いたかったんだけど、何もしないよマジで、手こきも何もしない、キスもしない、何もしないで、それで扁桃腺腫れて、え性病、いやだって何もしないぞって、ただ風呂は入ったのよ、そう風呂は入った、でもまあまあまあそんなことがあってさ、だからなんかねえ、そう純も最近なんかあったらしいけど、なんかついてねえなーと思ってなんかついてねえなーってっていう話でした、なんかでなんかもうクレームっていうか、なんか普通にもう帰ってしこって寝べっつって帰ってしこって寝たわ、だってもうね、なんかね、ちゃんとにね、あのね、こう、
もう一人って俺言おうと思ったんだけど、なんか調べたらホテル、同じホテルに二人って呼べないらしいのよ。それって本当？やっぱそうなんだ。なんかね、あの女の子二人目呼べないらしいのよ、ホテヘロって。でいうのがあって、だからそれでもうなんかじゃあ帰ろうっつって。まあこれってさ、でもさ、俺が行けないのもあると思うのよ。まあ行け、じゃあ誰が行けないはもういいや。あのこうできなかった原因はまあ俺にもあると思うのよ。悪い悪くないは一回置いといて、責めたらどうなってたんだろう。なんか怖いわ、なんか怒られそうでと思って、なんか、うん、マジで。なんか俺さ、ド M だけどちょっとやっぱド M じゃないわ。やっぱそういうのがめちゃめちゃ嬉しい人もいるじゃん、多分おそらく。もう、なんか全然違うのよね、なんか、うん。まあちょっとね、またどこかで、だからそれなんかちょっとね、ほんとついてね続きがなんだよな、なんかな。それで現では負けるしさ、もう、まあちょっとまあね、まあついてない話をね、いくらだったの？ホテル代が9000円で、デリ代が確か1万、いくらだっけな？その、おすすめ、初心者コースで5、6000円とかかな？ 1万5、6、7000円プラス9000円。ただ、まあ、店名は角が立つから言えないけど、マジでレベル高いとこ。その、なんかその、ランキングの中では。ちゃんと可愛い子だったからいいんだけど、そこら辺がね。そう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 。高くていくらなんだろうね。俺、吉原とかなんじゃないの？確か。吉原とかだったらあれなんじゃない？ 8 万とかで、なんか AV 女優となんかできるとかってあるんでしょ？やったことねえけどさ。だって町田に住んでるから吉原行けないよ、エペ祭り終わった後。町田のホテル街おすすめ。そこだよ、俺町田のホテル街で行ったんだよ。だけどなんか空いてなかった、多分土曜日だったからじゃない？ほとんどいっぱいだったわ。そうっすよね。だから俺別にさ、あのあれなんすよね、こう雑談の話のネタ作りにさ、俺別にね、あのマットで養女とかさ、あのそういうねヘルスとかやってるわけじゃ、言ってるわけじゃないの。単純に自分へのご褒美で言ってんのにさ、なんかね、なんかあやかれねえっていうか、神戸くんぜひこなし聞かないで、ダメだ、神戸くんはダメだ。神戸くんこれから東京に引っ越そうと思ってるんだけどさ、東京怖いとこって、お前そんなちょっと方向性が違うけど、まあまあとりあえずね、まあ皆さんもまあまあ人間ですから、まあ俺もそれも一つのね、まあヒューマンエラー、全部をヒューマンエラーで片付けるのはおかしいと思うけど、やっぱりね、うまい人くださいって言った方がいいなと思うわ。初めて呼ぶときにおすすめ何でもいいですとかだと、多分そういう初心者の方とか、を多分そのまあある意味実験台みたいになるのかな、わかんないけど、だからやっぱこうおすすめありますかって言った時に、あおすすめ、あおすすめってかな、どういうのがいいですかって時に、すごい上手な人って言った方がいいなと思う。お前優しすぎないか。いや、俺配信とかではさ、キレ散らかすじゃん、てめえこの野郎。俺リアルだとマジで内弁慶で、あそうなんだ、あ何もできなくてごめんねって言った瞬間、俺さ、なんて言ったと思う？あ、いいよいいよ全然。気をつけてねっつって俺、あれしたからな、確か。いいよいいよ。気をつけてねって。それ、ちょっとトイレ行ってくるわ。チンポをしょぼんってしたら、おしっこまた行きたくなっちゃった。